男と生まれたからには誰でも一生のうち一度は夢見る地上最強の男。グラップラーとは地上最強の男を目指す格闘士のことである。皆さん、グラップラーチャンネルへようこそ。このチャンネルは数々の格闘士を紹介していくチャンネルです。今回は喧嘩10段足原秀幸についてご紹介したいと思います。足原秀幸、空手家、新国際空手道連盟足原会館創始者、初代館長。ここからは尊敬の意を込めて足原館長と呼ばせていただきますのでご了承ください。生い立ち、広島県佐伯郡能美町で生まれました。少年時代は本人によればごく平凡な普通の子供でしたが、他人に頭を下げることが異常に嫌いで、プライドが高く強情な子供だったため、つまらないことで喧嘩になることが多く、悪とレッテルを貼られ、何か問題が起こると必ず悪者にされていたそうです。中学校卒業後、就職のため単身上京。1961年、17歳の頃、自動車修理工場で働く傍ら、池袋にあった大山増達総裁が主催する極真会館の前身大山道場に入門し、空手道を始めます。当時の大山道場は老朽化したバレエスタジオ跡を借りたボロボロの道場。そこで行われる稽古は顔面、金的、全て OK の喧嘩そのもので、足原館長の期待を上回る実践的な内容でした。組手では初心者の足原館長は相手でも説明など一切なく、喧嘩くらいやったことあるだろう、喧嘩のつもりで来いと言ってきます。しかし足原館長はそんな大山道場が気に入り、とりあえず帯に色がつくまでは通ってみようと思って通い続け、結局大山道場から極真会館への刷新を得て19年にわたり在籍することとなります。無期禁足処分。極真会館への刷新後は本部指導員を務めましたが、ブラジルに指導員として派遣される数日前に暴力事件を起こして無期禁足処分となり、廃品回収業を約2ヶ月務めます。暴力事件の後、足原館長は最悪の場合二度と空手ができなくなるかもしれないと覚悟を決めて、極真会館総本部の館長室の扉を開けました。口も聞いてくれない師大山増達総裁の代わりに、ご苦労さん、君はもう来なくていいんだよと無期禁足処分を伝えたのは黒崎武時師範でした。大山総裁自身は足原館長を破門にするつもりであり、こんな人間をブラジルに送ろうとしていたのかと大山総裁自身も大きなショックを受けられたそうです。それを、破門はあまりにもかわいそうだと大山総裁に進言して、どうにか無期禁足処分にとどまるよう尽力してくれたのが黒崎師範でした。黒崎師範と共に館長室を出た足原館長は、せめてものお詫びにと黒崎師範の前で持ってきていたナイフで自分の指を切り落とそうとしましたが、黒崎師範にバカ野郎とナイフを取り上げられ、お前の汚い指なんかもらったって仕方ないんだよ、ヤクザ映画の見過ぎだと一括されました。そして禁足という処分が出たんだから、処分が解けるまでおとなしくしていればいいという黒崎師範に、それだけでは自分の気が済まないと足原館長は訴え、黒崎師範はそんな足原館長に、ならば死んで生まれ変わったつもりで廃品回収をやってみるよう提案してくれたそうです。
その後禁足を解かれ極真会館四国支部長に就任。一度は総本部に呼び戻され、当初の予定通りブラジルに派遣される話もありましたが、すでに門下生も増えてきて、破門覚悟で大山総裁に直訴して四国に留まることになりました。極真会館除名、足原会館設立。1980年9月、自らの弟子石井和義師範に命じた足原道場の関西進出などが原因となり、師である大山正達総裁と対立し、極真会館を永久除名されることとなります。同年足原会館を発足。相手の攻撃を受け流して側面背後から反撃を加える捌きと呼ばれる技術を体系化し、誰にでもできる空手を提唱。海外各国へも積極的に指導に赴き、足原会館を国際的な空手会派へと育て上げました。捌きとは、今までの空手の殴り合って力の強い方が勝つというイメージから、より合理的にトレーニングをして全身の機能を高めた者が勝つという空手に変えるために生まれた足原空手独自の空手のことです。より安全に打たれずに打つ、倒されずに倒すための動き方でもあります。足原館長の捌きの技術には合気柔術の研究も含まれていて、書斎には上芝森平や僕の動画でも以前ご紹介している塩田剛造の技術書、大東流合気柔術のビデオなどがあったそうです。足原館長は道場を構えて以降、あらゆる武道や格闘技のビデオを見ては研究していたと言われています。そんな足原館長の実際の指導映像もありますので、こちらをご覧ください。足原空手は自然体の半身の構えから円を描くように滑らかに動く。その基本が4つの動きの捌きである。まず相手がまっすぐパンチ蹴りで攻めてくると想定しての捌き。相手の死角に動き、常に有利なポジションを取りながら自分の攻めを繰り出す。この捌きは全ての間合いに共通している。相手の足が前に出てきた時はこちらに入ります。これが普通オーソドックスな型で行っているトレーニングです。タイミングが遅れた時は、はい、そのまま蹴ってから蹴ることもできます。で、ブロックした足が後ろに下がった場合、はい、この下がった場合、こちらから蹴って次の攻撃に入ります。逆サイドに入るわけです。もう一度行います。はい、こう来た場合ですね、蹴ってここで蹴っていきます。その前は実戦ではこのように応用では左右蹴ってもいいわけです。崩れた場合ですね。はい、次もう一度やります。蹴ってきた足が、はい、前に出てきた場合はこちらのサイドに行きます。この時に手がポイント。この手を必ずパンチが当然来るものとしてこちらに流しながら次の手でフォローします。この手はすでにパンチになっておりますけど、足らかの手のさばきでは怪我をさせないためにここに当てないでこういうのを持っていきます。インサイドに入りながら、その入る移動の入る力を利用しながら蹴っていって、ウエイトをかけた膝蹴りに持っていきます。これがブロックしてちょっと離れた場合ですね。今度は、はい、離れた場合は膝蹴りをそのまま送り足と同時に膝蹴りをします。これスライドとも言いますし、ジャンプしてもよろしいです。もう一度やります。離れた場合、そのまま持っていきます。パンチはカウンターのハイキック、上段受け、下段払い、スイッチして捌く。さらに多彩なバリエーションが応用により無限に変化するのである。
弟子と指導。指導した門下生には K-1 の創設者でもあり聖堂会館館長石井和義館長や、あのキングオブ極真の異名を持つ世界大会2連覇中村誠師範に勝って全日本チャンピオンになり、現在は延伸会館の館長でもある二宮上皇館長など数々の名選手がいます。足原館長自身の実際の試合などはありませんが、ここまで強い方々を育て上げている時点でめちゃくちゃ強かったことが伺えます。また本部道場の後輩にあたる極真会館世界全極真総帥長谷川和之師範も、全日本空手道選手権大会前には四国に赴き足原館長の特訓を受けたそうです。1960年代当時の空手界では剣だこを作って一人前という風潮が一般的だった中、足原館長は打撃のスピードを重視し、サンドバッグのような柔らかいものを叩いて手首を鍛えるといった指導を行っていたそうです。また当時は体育会系の荒っぽい指導をする空手道場が多かった中、入門してきた相手を社会人として丁寧に扱うことを心がけていたといい、普段はあえて東京弁で指導を行っていました。ただ現場ではシュッと横に入ってパチンと蹴るといったような擬音を多用していたといい、石井館長はまるで長嶋茂雄みたいな感じと評しています。大気圏創始者沢井健一といった数多くの武道家とも交流が深く、特に少林寺拳法からは自らの技術や指導体系や道場普及方法に大きな影響を受けました。武器術。武器術では手裏剣、ナイフ投げの名人としても知られ、またトンファを改良した A バトンなる護身具も開発しています。 A バトンとは足原バトンの略で、足原館長が晩年力を注いだのがオリジナルの特殊警棒の開発でした。この A バトンはアメリカなどで警察官が使用していたポリスバトンをモデルにして作られたもので、その原理をたどれば沖縄空手の武器であるトンファに端を発します。足原館長は当初この A バトンを警察、自衛隊、さらには民間警備会社等で採用されることを目論んでいましたが、そこには大きな壁が存在し実現には至っていません。しかし現在 A バトンは海外からの評価が高く、海外の警察、軍関係からも注目されています。 A バトンは基本的には相手を制圧するために使うことを一つの大きな目的としています。しかし足原館長自身は単なる制圧にとどまることなく、力がないひ弱なものでも大きな相手を倒すことができる武器として A バトンを設計したそうです。そんな足原館長の実際の武器術の映像もありますので、こちらをご覧ください。この大会の大きな魅力の一つに講談社による演武の数々がある。天下十段こと足原秀行の手裏剣投げの神業。新しい技の創造、その困難な過程で迷った時、一人きりの時間が足原秀行の集中力を養ったのである。師大山増達との確執。1970年代に週刊少年マガジンに連載され人気を博した大山増達総裁の半生と極真会館の発展を描いた劇画空手バカ一代の後半部では、準主役級の扱いで頻繁に劇中に登場していました。喧嘩十段の異名やエピソードが描かれ、連載中は主人公の大山総裁に匹敵する人気を誇っていました。
その結果、愛媛県の足原館長のもとには県内外から入門希望者が殺到し、足原道場は松山駅前に新道場を構えるまでに成長しましたが、大山総裁は自分が主役であるはずの空手バカ一代劇中で弟子が活躍し人気を得ていることを快く思わず、作者である梶原に苦言を呈し、足原館長との間にも亀裂が生まれました。極真会館を永久除名処分となった後、ある後援者に、これで大山とは師でも弟子でもなくなったなと言われた際に、私の師匠は今も昔も大山増達ですと静かに返したという逸話が残っています。最後、1992年に筋萎縮性側索硬化症を発症し、2年以上にわたる闘病生活の末、その生涯を閉じました。体の自由が利かなくなっても口述で館長業務を続け、喋れなくなってからは文字盤を使い、手が動かなくなってからは目で文字盤を合図する等で、亡くなる当日まで館長業務に従事し続けました。最後に病院に運ばれる直前、次期館長である秀則館長に文字盤で伝えた言葉は、後を頼む、だったそうです。亡くなる最後まで館長業務を果たしたその気合と根性、すごすぎます。足原館長の極真精神に敬意を表します。そんな足原館長の70人組手映像もありますので、こちらをご覧ください。常に柔らかく動く。柔らかさはより強力なインパクトを秘めており、相手のどんな変化にも対応できるのである。柔らかな動きからリズミカルで強力な攻めを繰り出す。これが柔よく剛を制すである。いかがでしたか。足原秀幸、喧嘩柔軟の名にふさわしい伝説の空手家です。それではこの動画を面白いと思ってくれた方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。こんなグラップラーを紹介してほしいなど、リクエストコメント等もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts.